麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロ、ナミ、ブルック、ナミさん、ナミ、ブルック、
いなくなっちまった奴らが心配だ。それにサニー号の修理の俺も一緒に行くぜ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミスワーン。サンジ、この辺りには見当たら。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないよ、ね、みんな。雷雲のない空から落雷、考えられないで。でも今はみんなを探すことが先決ね。この辺、かすかに波…本当か、チョッパー。波の匂いは、この洞窟…俺たちより先に流れ着いてたのか。波さん、今行くからね。よし、行くぞ。よし、行くぞ。
なんださっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだく、よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。ま、おい、あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こ、いや、腹減って敵意はなさそうね。なんだ、待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップ。俺の仲間に手出すんじゃねえ。そこだ。うちのクルーに何してくれてんだ。待ってろ、パーティーテーブルキックコース。ピッピーヤー。治療なら俺に任せろ。行くぞ、アームポイント確定、ロゼオビチーリウソ。危ねえ。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや、怖いわ。合ってんのか。うん、ナミの匂いがしてる、間違いない。
ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろす。なんだ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。なめんじゃねえ。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。支援フルールデルフィニウム。くそ。俺がおら。ロビンちゃん。調子がいい。よーし。マリモのやつには負け。必要な力なら怪物と呼ばれよう。今週の。迷子のマリモ。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩してる場合か。ナミ。てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れや。ナミの回復。ありがとう、助かるわ。ナミスワン、これ受け取って。まずいわね、こいつ強いわ。
サンダーボルト点火。手ごわいわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。コンカッス。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットバズーカ。いくわよ。サイクロンケンポ。手ごわいわね。そこまで行くわよ。なめんじゃねえ。くらえ。なめないでね。待ちなさい。へい。手ごわいわね。はっ。おいお前。なんで、いや、手ごわいわね。これでどう？ありがとう。ナミ、や、クソジジイの蹴りに近っ。ようやく。ナミさーん、無事でよく。うん。ご苦労。前じゃねえ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。ん？どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさかあれが海賊。